お疲れ様です。お疲れ様です。息走った。緊急ですね。今日は緊急です。ちょっと急ぎだよ。はい。やばいやばい。何やるって？今日の動画ですね。はい。ペコちゃんこの前あれやってたじゃないですか。トリオさんに交渉。ああ。そこでピンときまして。はい。あの寺岸さんに。もう嫌な予感しかするわ。寺岸さんにあの単価、工事の単価、はいはい、下げてくれ。って言ったらどんな反応するのかって思ったんですけど、うん、ちょっとやめました。どこまで下げれるか。テレビさんって優しいんです。最初少なめで少なめから下げててどんどん、うんうん、本当はどこまでいけるか。いやなんか 5% とかなんですか。何パーで下げてきます。そうだね、 5%10%、 まあ 10% だね。 10% からすか。 10% からだね。 10% まあそうだね、 10% カットだね。で次15とかですか。15、うん、10でいいよって言われたら、まあ、正直 15% ぐらいはみたいな。あ、もう、もう15もいいよって。じゃあ20でもみたいな。めちゃくちゃがめつい人みたいな。間違いない、めっちゃ性格悪いじゃん。めちゃくちゃ性格悪いですよ。私性格悪い人で通っちゃうね。なんかカンタ、いや、カンタやめろやめろやめとけそれは。もう叩かれたくないから。ペコちゃんナイーブなんだから。ペコちゃんナイーブなんですか。ペコちゃんナイーブだから。こう見えて違いますよ。めちゃくちゃ違いますよ。めちゃもういいショウ君の怖いとか言ってめっちゃうちあれナイーブ、あれ広いかと思います。演技だ演技。え、じゃあ今ただいま5時40分、もう多分寺木さん帰ってくんだよね。まずいっすね。一回打ち合わせできるかちょっと電話してみよう。ちょっと電話でジャブ打ちます。やばくないですか。樹脂製のあれだな。そうか、濡れんね。もうこんなの木じゃないんで。え、濡れますよ。濡れんすか。え、なんか濡れる材料ないの。あれには塗ったことない。濡れますよ。え、それガチ、ガチで濡れる。エクセルプライマー入れれば寺木さんなら濡れますよ。樹脂は濡れないんだ。濡れない、まあね、基本濡れないけど。ちなみに、ちなみにじゃあそれガチな、結構ガチな感じで、そこと、あとモンピ、あそこのモンピとか、このあれをなんかあれをなんか最初に塗ってもらうみたいな。ちょいはい。やばくないですか。やばいです。職人を。他の詳細も伝えれてないの。詳細だからとにかく手間を下げる交渉をしてみよう。はい企画、はい、なんかあるんですか。そう、あ、そう、現場の次のうちの現場、うちの現場、寺木さんだから、はい、その現場でちょっと例え話をします。近いでそこなんか違うんですよ。 OK です。え、出番号分かったんですか。あ、番号もらってる。え、俺あ、そういうこと。携帯では分かったんだけど、最初から携帯見れば早かったよ。本当に言ってる。じゃあなんかそういう話になって、まあ、結局コロナでっていうのがスタートなのか。それ去年そうだったもんね。そうで、ちょっと手間を削ってかんと正直きついみたいな。マジに？あの本当に感じになって、まあ、とりあえず、まあ、代表的に寺木さんに相談っていうか、まあ、一気に他の全部の職人には言えないんで、そう、結局全部の職人なんですよ。どこの店舗も全職人の絵の話なんですけど、まあそうだね、とりあえず、まあ、寺木さんに相談。あ、全職ですか。てか、まあ、うちが一番相談しやすいし、あ、で、まあ、で特に、まあ、浜野さんとか
本社に来てっていうのも返すの、そうあれらしいと思って、で、まあ、次とたまたま現場があったもんで、ここがこれ発注書印刷して、ここがこんだけで出るじゃないですか、うん、で、まあ、正直いくらとは決まってないんですよ。で、まあ、これ特に3階建てじゃないですか、だから通常より、まあ、手間は出てるっていうか、で出してる通常より普通の戸建てより大きいじゃないですか。だけどこれをじゃあ 10% 前回の時多分私が産休中ですよね。あ、そう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 、話だと思って去年産休入ってたんで、ね、結局その時も 10% 下げてる。いや 15%、その時 15% 下げたんだ。もうそれ決定事項で下げたんですか。それ半年間ね。あ、でまた戻ったみたいな。またでな落ち着いたら戻すわって言って結局 10% になって、え 10% 下げるってなったら、なんとか、まあ、その分ペースも巻いて件数やらんとあれですよね。そう、あの結局叩ければいいんだね、件数。そうですよね、叩ければ別に。でも今1ヶ月に大体平均 2,3 件ですよね。今単位全然でも3件しかいない。4件やれるんだったら全然 OK なんで、3件だとね結構嫌だ。寺岸さんで3件ですもんね、うん、今正直浜野さんとか1ヶ月しか2件、いや今ドハマりしてるんで一現場とかしか入れてないんですよ。1ヶ月1件しかできないんですよ。ああ残ってるやつ、まあ、もうそうだったし、次の現場もなんかちょっと屋根が手まくってるみたいで。それやばいな、1件だと多分食ってけんの。そうですよ、ね、絶対食ってけんよ。いやそれももう分かるんですけど、もう結局会社でそうするってなったら、なったらもうどうにかその上でやってってもらわないと、私たちとしてはいなくなっちゃうのは困るんですよね。今のやっぱいい職人さんばっか残ってるんで。ああそこが、そこが問題なんです。そうなんですよね。だったら、え、でも正直じゃあ 10% って言われたら 10% でなんとか、 10% カットって言われたらなんとかできそうです。できんことはないよ、ぶっちゃけね。ただゆとりはないもん、結構走らんと。そうですよね、今みたいに細かいところがある。今だいたい塗装で寺岸さんで6日7日ぐらい、隊員と一緒で6日7日ぐらい、屋根なしだったら6日7日ですね。屋根ありで10日前後ですもんね。10日はかかるかかるんだね。ですよね、うん、ってなるとやっぱ1ヶ月3件が限界ですよね。だから完全に考えて10日ぐらいだと3件で、4件目はまたいであるんで、でましては現場が遠かったりとかちょっとあると。そうそうそう、正直なんか他の職人さん、まあ、いろんな、まあ、社長とも話とかして、他の職人さんも 15% とか 20% 20% だったの。 20% やばいですよね、うん、いやでも実際の話、去年社長も予想あるなら予想言ってもいいですよ。うん、ね、まあ、正直社長はずっと言うかもしれないですけど、私たち管理側からしたら僕それは困るんですよね。一回行ってまた戻ってこれやいいんだけどね。あ、よそがあって、そういうことですね、うん、あで、よそがもうバン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 仕事あったらなかなか戻ってこなくなる。そうですよね、怖いんだ。あの特に浜田さんが一人やってるとかなかなか戻ってこない。そうですよね、やっぱ一人でねやってる職人さん多いし、結局もう今残ってる職人さんってもう結構長いじゃないですか、うん、そうそうそう、雑いのは多分いないんじゃない、うん、めっちゃいい職人さんばっかしか結局残ってないから、うん、結局悪いやつってすぐ切られるの。切られるか、もしくは自分からいなくなってきますよね。そうそうそう、もうこれやってない、うん、結局安くいいものを提供するっていうのが結局社長の安くいいこの会社の、まあそうだそうだね、売りじゃないですか。それ一番いいよ ね、 それだから結局じゃ安く提供、お客さんに提供しようと思うと削れるとこっても職人さんの手間と、あ、そうだよ、まあ、材料もちょっとね考えてやっていくとか、うん、ただ1年に削って変わるのかっていう、まあ、でもそれが何十人っていう職人さんの分が全員がそういう風になったら、ああまあ大きいだろうね、会社としては大きいですよね。それで変わってそれで仕事があるんだったら別にみんな納得するかもしれないけど、切れるよりかは、うん、え、正直寺岸さんの率直な感じで 10% カットって言われたらどういう感じなんですか。無理だよっていう感じです。あ、だっていいわって、あ、いいわっていう考えではないっていう。なんとかそれでもやっていくわみたいな感じ。まあまあ、ここが崩れるよりかはまあ何
なんて いい職人さんなんですか。でしょう。でしょう。いや、まあ、ここが崩れるのが多分一番、まあ、怖いですよね。上長の人は多分そう思っとる。よそもあるんだったら、あ、じゃあその間ちょっと寄せとくわ。まあ、そうですね。定規で入ってる人は、ね、そうで、私たちも結局じゃあ今いる職人さんに定期的に現場を明かさんようにうまく入れていこうと思うと、そうなんです、ね、安売りじゃなくって安売りはできないじゃないですか、まあ、営業側も安売りはできないけど安くすしようと思うとまあそれしかないよね。もうそ削れるところがないんですよね。なんで 10% カットもしくは 20% ね、ディスカウント結構入れなくていいみたいな。え、待って、 20% で4やり直し40やり100まで80万になるってことだよね。え、あ、そっか、やり直し40やり100万だもんね。そうですね。で、20% だと80万だもんね。これでも気づくんじゃねえ。ねえ、やっぱ、まあそうですよね。間を取って15、まあ、前回はその15だったんだ。前回でも15で結局やってもらって、みんななんとか残ってくれたってことですよね。まあ、結局今いる職人さんは結局は耐えたね。耐えてもらったってことですよね。まあ、だったらいいわって いなくなったけど、じゃあとりあえず寺木さんは、まあ、10% ならなんとかだけど 20% は 20% あれ多分ってみんなもいいと言わんと思うよ。誰もいいと思う。確かに、確かに、あ、いいですよって言わんと思う。確かにそれでいいですよはないと思うけど、あ、なんて言ったんだ、多分しんどいと思うけど、その状態でも頑張ってくれるのか、その例えば、まあ、それはこっちから社長にじゃ期限をつけてくださいなり、あ、まあ景気が良くなったらもうね、もうさっと向けたな、一回こうなったら、うん、でいくか。でも、もうそれはやっぱうちの職人さんにこうやってテレビさんに相談して、まあ、これぐらいならっていう案をもらって、それを結局社長に提出するか時にまあでもやっぱりしんどいから 20% でもこういう条件だったらとか、ああ、条件ね、逆に職人さん側の方の条件をつければ、まあだったらこれぐらいまでみたいな、この半年間だけ、まあ今年いっぱいだけ、まあちょっと職人さんの手間じゃ 20% カットにっていう条件だったりとか、どの条件がいいか分かんないです。やっぱ職人さんの気持ちは分かっとるようで分かってないじゃないですか。大変だろうなっていうことしか分からんし、そうなんですよ、一人一人の意見も聞けないんで、やっぱ聞いてあげたいですけど、聞くと多分そうで、緑春日井本社って職人さんいて、結構な人数の職人さんがいるわけじゃないですか。あ、そうです。その中で全員の意見を聞いて、じゃあそうしましょうっていうのは無理なんで、代表的にテラビスさん、多分いいとは言わんと思うけど、まあしょうがないっていう、うん、ここでも残る人は残ると思うよ。今残ってる職人さんは結構やっぱりなんだかんだプライド持ってやってる職人さん多くないですか。あー、どおる、うん、その自分たちの塗装の仕事っていうものに対してやっぱプライド持ってやってくれてるから、いくら多分ポンって20万でお願いしますって言っても、多分やるのはきっちりやってくれると思うんですよ。多分赤字だけでやると思う。そう。ただまあたまに。だけど不満が出てくるわけじゃないですか。だんだん。あ、飛ばすかもしれんけどね。うん。でもやっぱそういう風になると、やっぱ中塗り飛ばしたりとかそうやってしたら、やっぱりなると思う。なっちゃいますよね。でもそれじゃ困るでしょ。それは困る。困ります。それは困る。困ります。非常に困ります。困るね。そうだからどうしましょう。20%。これ本当は 20% があるなんだよね。いやここも別にあれですよ、ここからとかじゃなくて、まだこの現場からとかじゃなくて、あ、じゃあ、まあ、ここ一応例として次今まだ始まってないから例えとして出すなら出しやすいなと思って出したんですけど、でもじゃあここで 20% って言ったら厳しいわ。厳しいよ。目ん玉が見えそうになっとった今。これ厳しいよ、ここボワーって鼻が伸びるで鼻が一応に目ん玉出そうになっとったよ、めちゃだけさ、これやばいよ。いや、たぶん無理無理だと無理
だったらで色分けある色分けあるじゃん無理だね無理ごめんなさい単に手つけるんだったらまあもう別に場合にしてくれってまあやっぱそっかじゃあやっぱ20まあ20でもでもそれだったら会社がなんとかなるのかなっていうあーそういうことですね20杯下げれば会社は起動そのまま普通に起動していけるのかなってでまあ仕事も切れずに継続していけるのかってことですよねいやでもとりあえず10、まあまあ、報告としてはとりあえず 10% が何パーになるかは分からんけど 10% から 15% はまあ経験、まあ、経験ありですもんね去年にそうそう去年経験やね、まあ、じゃあまあこれはとりあえず、まあ、OK だとして 20% になるとしたらこっちの条件としては期限みたいな考えがいいそれ絶対一発だねあっちはまあ確かにただあれじゃあお客さんに引き渡せんそうなんですよね絶対に引き渡せんよ、うん、金額なりの仕事だって言っていいやろ、ね、それまでそうですねいや本当でもそうなんだだから安くなったからって言って手を抜かれると困るしなんとか 20% で 20%? 20% が一応考え考えなんだよね 20%、うん、逆に 20% あるってことは心痛いです私も私も心痛いですけどまあみんな引き受けると思うけどねうーんただ、まあ、愚痴は出ると思うよまあそうですよね、うん、じゃあもうなんとかなんとか職人さんも頑張ってます 20%、まあ、お前なんでアンジカメラ持ってくんだよな 20% で 20% でした 20% ですこれ決死の覚悟だね決死の覚悟で 20% で勝ち取りました 20% 20% 勝ち取った感じでいいですかすると何にも反応してくれるのだねやばいな 20% がこれ出さないでも人って本当にびっくりすると声って出さないんだねそうですねなんか今全然普通になんか今どういうお考えですか今どういう何か分かりますます何か分かります今この状況ですこの状況今やばいで違います今この状況ですなんでこう、なんで編集長がなんで前がこう乗るんだ、お前お前、立ち方が撮ってねえだろなはいあれのお目見てくださいあ後ろのお目どんどん見てお目の目、ちょっとダスベイダーのダスベイダーの目乗せて目カメラだこれヤリキさん今度堂々と置いてごめんなさいね、ヤリキさんはい、これドッキリです。あー、前ドッキリ？違うんですよ。違うんですよ。あのドン小林にドン小林の命令ですね。あ？ドン小林、僕ら関係ないです。はい。嘘つけ。いや、マジです。私から電話が取ったんだよ。なってたんですか？本当に？うん。ガチです。だ出てないの。え、それは。くんがなったね。それは全然知らないです。それは知らないです。それは本当に知らないですけど。またドッキリかお前。めっちゃいい反応してくれるけどめっちゃ心痛いごめんなさい見たかったっすか、ごめんなさい本当じゃあパンクも嘘だなパンクはマジっすパンクはそれガチマジ俺を呼び出すためのおびき出すための餌違う餌与えていやタイミングが良すぎたいやあのチャットチャットワークになんか終わった報告みたいなするじゃないですか、うん、職人さんです全然入ってこなかったね入ってこなくてなんかジョニーさんいつ帰ってくんだろういつ帰ってくんだろうっていうまだやってんのかなと思って俺はい俺やってねえよ本当は私が電話する予定だったんですよああだけどちょっと他の仕事でバーってやっとったら時間がやばくってで急いで入り取ってたら帰ってきてウィーンって言ってきたね気づかんかった大成功僕びっくりしました伊藤さんにいきなり何も言われたかと思ったら足止めしといてくださいって言われました足止めガヤロー、そうですね、俺帰ってきゃよかったな、俺ごめんなさい、もうパンクしちゃってたもんね、送ってってほしいパンクはガチです
と思うんで、まあ、帰ったら買う人だなと思ったら、いや、そっちはガチです。それはガチです。ガチ？それはガチのやつです。ファンクの嘘じゃねえだろ。それはガチです。あ、今ならまだ間に合うか。ガチです、ガチです。めっちゃいい話だったわ。いやでも、20% 下がると思ってたんですよね、テレビさん。いや、20% どうしようなと思ったけど、でも、ドッキリだったじゃないですか。なんでお得感の 20% 分の差額がお得感としてあるじゃないですか。何のお得感だ。トントンじゃないですか。何のお得感だ。めっちゃ心痛い。嘘です、嘘ですよ、嘘です。あのここの現場きっちりあのこれでお願いするので。え、ちょっと どういうあれだったんですか。ちょっとそれ、ちなみに家、そうですよね、それも最初見せる予定だったんですけど。そうだよね、家は今回3階建てを寺木さんにお願いするんだよね。まあ、壁だけだよね、塗装だけ、はい。まあ、防水の工事はあるんだけど別で、はい、塗装で寺木さんにお願いするのは35、はい、でお願いをしてる、はい、けど、まあ、ここで限界下げてやってくれるって言ったのが30だった。もうこれ30だったらって、はいはい、言われたから30で貼ってくる。どういうキャラ。珍しい生き物コーナーにいそう。さすが YouTuber だわ。うちの演技良かったですか。めっちゃ見えて。これ本当にこれで丸めくる。いや、いっちゃうんじゃないか。そう、僕らはもうあの忘れてんじゃねえと思って。ペコちゃん企画ってこと。うちはまあ本当なんか個人的にすごいいい話ができてよかった。いや俺ガチだと思う。ああこれこの前また来たかと思ったもんね。よかった怪しまれんくって。もう全然怪しまれなかったの。本当に来たと思ったもんね。あざっす。ありがとうございます。ごめんなさい、忘れてたリーさん。怒らないでください。リーさん、やめてください。お前もう電車で帰るよ。はい。いや、ミルキー、ミルキー、ミルキー買うんで、ミルキー買うんで、ミルキー買うんで、よろしくお願いします。責任は全部、編集長が。バスで行って、駅まで行けたんですよ。ということでですね、はい。まあ、企画だけどね。はい。一応、ちょっと、まあ、企画だけど、でも一部でちょっとリアルなところもあるかな。正直、まあ。ここ来たらもう、それ見ながら。文字のドレスで、結局職人さんとやっていかなくちゃいけない中で、はい、まあ日々ちょくちょくありますよね、こういう相談も。相談あるんだよ、ね、あるんだ、ね、リアルとか。そう、本当リアルなんですよ。あるもんね、なんか全然怪しんでなかったわ。そう、ちょくちょく本当にある話なんで、はい、まあそういうふうに職人さんとも相談しながらお客さんに安くて質のいいものをですよね、よりいいものを作っていく会社です。なんか会社の説明したみたいになったので。またあの宣伝したの。ああ、そうですね。そう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 。え、もうチャンネルの宣伝していい？はい。いいですか？いいです。塗り替え道場チャンネル。はい。足場班チャンネル。はい。大谷チャンネル。はい。佐々木ファミリーチャンネル。はい。もぜひチャンネル登録といいねもお願いします。お願いします。お願いします。そこの畜生の思いのまま、どのカメラがいいか選んでいいですよ。どれがいいですか。あれ、めちゃくちゃある。どれがいい。全部にあります。緑です。全部にあります。気悪いやこれ。じゃあちょっと寺木さん怒らせちゃったけど。そうっすね。ごめんなさい、ありがとうございました。まあいいや、次は用事でしょ。もう次至る所に探らない。そう。入る前に。入る前に。もうここに来たら。いやもうその通りですよ。確かに。大体社長がおると捕まるけど、社長がいないときも気ぃ使う。いやそうなんですよね。そうだね。初だもんね、そうやってガチの、あのなんかガチでっていうかその。社長ガチでこういうのは初めてです。そう、社長なしは初めて。だから、うちもめっちゃヒヤヒヤしたんですよ、できるかどうか。俺ははめやすいんだわ。いや最初しゃべってた僕らで、あ多分ドッキリって言われてもガチですって押し通せば多分テラギーさんは信じてくれますみたいな。気づかれてもってこと、はい。
締めましょう締めましょうとりあえずじゃあせーのでいきますよ。せーの、また見てねウェイ